はい、柏市より NHK をベックワーズということで、よいしょ、令和2年2020年12月の19日土曜日です。時間は22時4分であります。 NHK から国民を守る党の大橋正信でございます。ということで、本日ですね、果たし合いの、リングに立たせていただきまして、元 NHK 集金の方とね、戦わせていただきました。まあ、結果はね、皆さんご存じの通り、大変情けない、結果でございました。試合中にね、私が、右肩をアタックしてしまいまして、まあ、ドクターストップ、まあ、TKO 負けですね、はい、という結果でございました。まずはですね、会場に来てまでも、応援していただいた皆様、そしてまたね、YouTube で、応援していただいた皆様、そして立花投手をはじめセコンドについて、いただいた皆様、ありがとうございました。そしてまた、期待に応えることができず、期待にね応えることができず、本当に申し訳ありませんでした。しょっぱい試合をしてすいませんでした。はい、ポカした。ポカした。正直ポカした。ポカした。はい。まあ、この辺のくだり、分かっていただける方がいればね、笑えないかな。まあ、とりあえずね、本当にね、申し訳ありませんでした。まあ、ちょっとね、詳細なお話をさせていただくと、元 NHK 集金にミスター X の方はね、まあ、年齢は控えた方がいいかな、僕より、まあ、当然若い方です。でどこまで言ってんのかな、サッカーのね経験者なんですけども、まあね、まあ、一応僕も野球の経験者ですけど、まあ僕はねそんなエリート、スポーツエリートでも何でもなかったんですけどね。まあ彼は、スポーツエリートだそうです。まあまあ僕はエリートだって言ったわけじゃなくて、ちゃんとした根拠のある、話を聞いて、今ね、僕はエリートというふうなお話をさせていただきました。で、なんだろうな。で、まあ、もう運動神経抜群ですよ。ぶっちゃけね。はい。で、その上で、まあ、今回の果たし合いのリングに立つにあたって、2週間、格闘技のね、トレーニングをされたそうです。ね、素晴らしいですよ。もう真面目にね、この果たし合いのリングに立つべく、トレーニング、練習をしてね、リングに登られた。で、僕はね、気持ちだけでということで、当然ね、まあ、こんな結果。アタックしてしまって、ドクターストップだったんですけども、もう実際ね、もう実力の差はね、もう歴然でした。はい。ただもう気持ちだけは、負けないというつもりでね、下がることなく前へ前へ出たつもりです。はい。でもね、ジャブもね、重かった。効いた。ぶっちゃけ効いた。で、今になってね、首とか、ちょっとね、脳もね、若干ちょっといつもと違うなって感じもしますし、腰とか、足とかね、今になってね、ちょっと痛みが出てきております。まあこれはね、まあ、しばらく経てばね、ダメージも回復するでしょうから、まあしばらくね、安静にはしておこうというふうに思っております。はい。本当にね、楽しい経験をさせていただきました。まあ、楽しい経験、貴重な経験をさせていただきました。やっぱりね、新日本プロレスというね、団体で、リングコールされてきた、名物アナ。名物アナって言い方でいいのかな、田中さん、田中リングアナ、ケロちゃんって言ってね、ニックネームでやられてた方ですけども、その方にコールしていただいたっていうだけでもね、本当にね、嬉しいなというふうに思っております。まあ、おそらく YouTube ご覧いただいた方はね、入場テーマ曲、J 聞けなかったと思うんですけども、そのね、J を流して、
イングさせていただいたこと、本当にね、貴重な経験をさせていただきました。本当にね、なんだろう、その、集金の方もね、元 NHK 集金の方も非常にね、ナイスガイの方で、あのね、控室一緒なんですよ。男性控室、女性控室っていうふうに、ね、分かれていて、もう、ほぼほぼね、一緒に、控室では一緒にね、時間を過ごさせてもらったんですけども、本当にナイスガイでね、なんでこんな子が、NHK 集金にやってたんだろうっていうようなね、思うような、本当にね、ナイスガイな、子でした。はい。ぜひね、ミスター X さん、直接ね、お話した時も言わせていただきましたけども、ぜひね、NHK に対して、まあ、NHK に対する恨みはないのかな。とはいえね、もしね、我々 NHK から組を守る党に協力していただけるということであればね、いつでもご連絡いただければと、まあ、あの名刺もね、お渡しをさせていただけたので、ご連絡いただけたらなというふうに思いますので、よろしくお願いします。ちょっと名前は聞いてないんでね、ミスター X ですと、果たし合いで戦った、あなたをノックアウトしたミスター X ですというふうに言っていただければね、わかりますんでね。もし情報提供いただけるようなことがあれば、そしてまたね、何か、ご協力いただけることがあればね、ご連絡いただければというふうに思います。よろしくお願いします。まあ、繰り返しになりますけどもね、本当に、貴重な体験、素敵な体験、させていただきました。本当にね、果たし合いの上の皆さん、本当にありがとうございました。本当にスタッフの皆さんにもね、本当にお世話になりました。いろんな方とね、お話もさせていただきましたし、いろんなね、情報交換もさせていただきましたので、本当にね、素晴らしい、スタッフの皆さんだなと。で、あるからこそね、ね、素晴らしいスタッフの皆さんで支えている、今回のイベント、果たし合いというイベントは素晴らしいなというふうに思っていた、にもかかわらずって言い方しますけどもね、まあちょっとメインでね、本当に個人的には非常に残念、なんでこんなことになったんだろうというふうに思うような、こともありました。まあ、ちょっとこれはね、別動画で、お話をさせていただくとは思いますけども、非常にね、残念だなと、本当に素晴らしい、イベント、果たし合いというね、イベントであるにもかかわらず、非常に残念な、ことになってしまったなというふうに思っております。まあ、とにもかくにもですね、私、大橋正信は、今日ね、キックボクシングで、格闘技デビューさせていただきました。令和2年、2020年12月19日土曜日にね、今日、デビューさせていただきましたけども、本日をもって本日をもってですね、格闘技引退、今日デビューし今日引退させていただきたいというふうに思います。大変失礼いたしました。もう正直言うとね、悔しいですよ。悔しいですけども、悔しいというだけのね、まあ、練習もしてこなかったのもありますし、まあ、もともと正直は負けず嫌いなんでしょうね。だから悔しいっていう感情は芽生えましたけども、とはいえ、実力の差は歴然だなということもありますので、これはね、しっかりと割り切れる、僕の中でね、割り切れるぐらいの結果ではあります。はい。これだけね、やっぱりスカッと負ければ、諦めというか、仕方がないなと、自分の中でね、割り切れる気持ちになりました。はい。今日もって引退します。はい。ありがとうございます。そうですね。あとは何だろうな。悔しいけども、悔しいけども、引退。引退。そうですね。はい。まあね、まあ負けてしまいましたけども、まあ皆さんの目にはどのように映ったかちょっとわかりませんけども、まあ自分の中では、テーマにしていた、強いハート、負けない心、折れない精神っていうものはね、貫けたかなというふうに思ってます。はい。あ、それとね、脱臼したのは、ダウンした時ではなくて、もうね、パンチ、ちょっといつかちょっとわかんないですけど、右を出した時にですね、脱臼してしまいました。これ情けない。本当に情けない。まあ、もともとね、脱臼癖があったんですけども、まあ、ちょっとどうにかなるかなと思ったんですけどもね、ちょっと残念でした。情けないですね。
もう年ですね。仕方がない。まあこうやって言い訳をしておりますけども、まあ実力の差は歴然だったってことはね、改めて言わせていただきます。本当にね、素晴らしい体験。ミスター X さんも含めてね、素晴らしい体験をさせていただきました。本当にありがとうございました。まあ、また、もう一つね、先ほどの、メインのお話はね、別動画でさせていただきたいというふうに思います。よろしくお願いします。以上です。柏市より NHK をぶっ壊す。ありがとうございました。そしてすいませんでした。